3月8日は国際女性デーです女性の働きやすさランキングで日本は下から2番目と6年連続で低い水準にとどまりましたイギリスの経済誌エコノミストは先進国を中心とした29カ国を対象に女性の働きやすさランキングを発表しました首位は 2年連続でスウェーデン日本はトルコに次下から2番目の28位となりました最下位は韓国でした日本と韓国は6年連続で同じ順位にとどまっていますエコノミスト氏は日韓両国について女性がいまだに家庭と仕事のどちらかを選ばなければならないという状況にあり 最下位の二国のままであることを余儀なくされていると指摘しています。ランキングでは、教育や給与水準の男女格差。育児にかかるコストなど、十の指標をもとに順位がつけられました。自分の体だから。